ほらほら見てください、これレンジでこのクオリティですよ。これかけないでね、つけて食べるのもいいと思うんですよ。どうもー、リュウジオブジョイトイです。飯テロリストです。もう火を使うのが嫌になってしまったので4本目撮影なんで、今日はね簡単にレンジでということで、今日はですね今が旬の白菜、これを使ってですねレンジで簡単にできるですね鶏胸肉の白菜蒸し。これね何がいいってね、皆さん安い、今白菜4分の1個で100円切りますからね。そしてこの鶏胸肉安いということは皆さんもうお分かりですね、安いんですよ。そして安い上に簡単、低糖質で油使ってないで超ヘルシーです。もうね全部だ、全自全能の飯、全自全能の飯やってきます。リュウジのバズレシピ、はい、ということです。今回はですね低糖質なレシピなんですね。低糖質なレシピということはやっぱりね、あのドリンクも低糖質じゃないといけないと。この鶏むね肉白菜蒸しぴったりの低糖質ドリンクをまず最初に作っていく。まず用意するのはこちらですね。てててててててアルチューマシーンビュー、炭酸水を入れて、あーいくね、いく、もう今会いに行きます。やっていいですか。じゃあまずですねこの白菜、まず芯の部分ねシャッと切りまして、大体ねこう芯の部分ね2センチね、2センチぐらいねの幅で切っていただいたりですね。はい、そしてですね余った白菜をここに、でこれね入れたら、まあ、ちょっとね押し込んでもらって、で次もももも肉胸です。でこいつをですねでこのフォークで、よし、そしてマナブを小さじ3分の1振りかけていきます。ここでね、結構ね塩気つけちゃう、で全体にマナブをすり込んでいきます。そしてできればですねこのお肉なんですけども常温に戻していってくださいね。これ電子レンジ調理してるんで冷たいまんまのお肉だとこの火がね最終的に通らなくなる場合があるんですよ。で冷蔵庫の出したてのお肉を使うんであれば電子レンジラップくるんで電子レンジで20秒ぐらい温めてください。そうするとねすぐ常温に戻りますんでね。で今回は常温に戻してあったものなんでこのままいきたいと思います。そしたらこの皆さんねこの僕はこの耐熱容器使ってるんですけども、ボウルとかでもいいですからねこれね。そしたら白菜に、さっきの鶏胸肉ドーン、こいつにラップをして、こうです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 、ふわっとラップをして、はい、600ワットで6分半チンします。はい、それではそれ開けていきたいと思います。もうね白菜がね見てください、このあこれね外側から開けた方がね蒸気がね手に当たらないからいい。ほらほら見てくださいこれ。そしてぶっ刺したこの鶏肉はですねぶっ刺したおかげでいい感じにですね火の通りも良くなってですねいいジャンプなんですよ。でこうやってほらどうですか、ね、レンジでこのクオリティですよ。これもね電子レンジのなせる技なんですよ皆さん。しかもね切ってると分かるんですけど非常にねジューシーさ保ってるんですよこれね。だからね柔らかい。そうしたらね盛り付けいきたいと思います。はい、じゃあね、盛り付けいきたいと思います。このねお皿にねこうやってもう盛り付けていくんですよ。おつゆもねもう別に盛り付けちゃっていいですよ。そして鶏肉です。鶏肉をこうやってねご覧なさいな、うまそう。これね電子レンジでやるからこんなにもジューシーに仕上がるんですよ。ジューシーさにおいてはね他の追随許さない。最後にねこの小ネギねパラパラってこれでもほとんど完成なんですけども、ここ好みでお塩足したりポン酢で食べたりする。今回はねちょっとポン酢ちょっとかけてみましょうか。
塩で食べていただくのもいいと思います。はい、でもこれはもうあのかけないでね、つけて食べるのもいいと思うんですけど、今回はねちょっとポン酢の黒も出したかったんで。いいですね。はい、こちらで、レンジ鶏むねの白菜蒸し完成です。それではいただきたいと思います。いただきます。俺ね、これちょっと日本酒だと思うんで、ちょっと日本酒をこう、この間北海道行った時にね、買ってきた、ね、これね、地元、あんまり地元じゃないと買えないらしいのがね。じゃあ、いただきます。出来上がったこの鶏胸肉と白菜を一緒にいただきたいと思います。ちょっとポン酢かけたこの白菜蒸しね、鶏肉柔らかくわー、たまらんよ。うまい。お野菜とお肉のあのバランスを考えるとこれ非常に良いです。鶏の味がすっごい全体に染みてて美味しいです、すごく。そして味変カンフージェネーション、もうこれしかないでしょ。この味変は柚子胡椒です。少量のポン酢と柚子胡椒、これで白菜とともにいただきます。うまっ。たまらんな、これ。これさ、合わないわけないじゃない、柚子胡椒が。で、これで低糖質ってあの低カロリーの信じらんないぐらいのうまさです。めちゃめちゃ鶏肉が柔らかいし、白菜もすっごくジューシーだし、おまけに低糖質低カロリーっていう、もうね何拍子揃ってんだっていうぐらいね美味しいレシピになりますので、ぜひ皆さん召し上がってみてください。もうね鶏肉の蒸し具合は最高。あ、北野カツこぼしちゃった、どうしよう、もったいねー。